リパークラブの皆さん、こんにちは。岩崎正弥です。今日は岩崎さん、うん、いやもういいえ、辰之助を3週も引きずらないだろなんでそんな、今日は5位から5位、うん、もうみんな待ちきれなかったでしょ、これこれを見たくて、見たくて、しょうがなかったはず。だからこれで再生回数120回とか勘弁してください。うん。回して。120回、ちょっときついな、それ。数字の。120万回だったらもう。ああ、もう大興奮。ただ、4万人もいないチャンネル登録者に120万人見るっていうことは、もう本当に。革命ですよ。すごい炎上するか。立つの本当にやらかしてるか。そうそう、俺ここで急に全裸になってそれ出したら多分そう跳ねる。いやー、タツクの全裸じゃ跳ねない、跳ねないですよ。そうっすね、冷静に考えて見たくないし、見たくないですね。はい、というわけで今日は5位ですね。5位、うん、栄冠の5位。これを見ている人はね、もう自分の強さっていうのはちょっとずつ分かってきたはず。うん。で、今日は5番。全身のうち5号相当上です、うん、これあるといいねっていうのが引く力、引く力も引く、うん、やっぱ組み合わせだから、うん、引く力が強い人って背筋力めっちゃ強い人がいるよ。ああ、うん、確かにレスラーは結構そういうイメージあります。そうだね、やっぱ引く力が強いとやっぱその相手が感じるプレッシャーってすごいじゃん。言ったってグイーンみたいな。そう、私ワンハンドロー100キロできますっていう人来たらさ、はいはいはい、弱いわけないよ。いや、佐々木武史選手です。ああ、重量いたんだ、そのぐらいか。溶剤したな、80、9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 0、
く力はやっぱり組み技の力がそのまま反映されやすいから、うんうん、で押す力がさ結構前に出たじゃん。そうっすね、順内の位置とかでさ、そうっすね、そう押す力だと、いや引く力は攻撃力にそのままなるんだよ。あ、押す力は防御なんだ。防御、そう押す力は防御じゃん、うん、だからそうっすね、つけまなしっすもんね。そうだからコントロールするの難しいよ言ったら。あ、押す力で強さを全面的に出すのって結構難しいと思うんだよ。うん、離れますか、ね、そう技術量がいってる、うん、でも引く力って単純に引いたら強いからさ。確かに、うん、私ワンハンドローを100キロ引きますっていう人に十字締めされてみ、やばいやばい、口切れる200キロですもんね、折れちゃうかもしれない、ね、やっぱすげえ単純だけど、まあ、ワンハンドローを100キロ引く努力っていうのは、うん、とんでもねえけど、とんでもないですね。でもあればいいよねっていうのはそれ、うん、だから懸垂はちゃんとできるようになるんだけど結構強くなったりするやん。そうですね、そうですね、牽制とか結構、ね、ロープ登ったりとかはありますね。ああ、うん、確かにみんなやるっすね、組み合わせ競技の人は、うんうん、だからやっぱそれぐらい引く力って重要なんだよ、うん、でも5位だからまだあと4つも5位って言うんですか。でも5位、ワンハンドロー100キロ引くよりも強い力があるってことだよな。え、柔道物語だったら4位引いてるだけで勝ってたんだよ。ああ、まだあるんだ。どうだろう、あれか4位引いた笑うやつくんだ。ドン引きした、まだまだ5位だからドン引きした、ドン引き力。じゃあタツ君結構強い。え、すごいすごい、最強ドン引かせじゃない、最高ドン引かせ力。ああ、そっか、引かせる力が強い。俺引かれてるっすね。そうです、引いてるんじゃない、そういうことです。え、何何、もう一回言って。いや、いいっすよ、これがやらない、うん、はい、よい、腰の柔軟性。腰いいね。まあ、お尻とも言えるね。お尻、おこうすか、うん、前屈とか、そう、前屈とか、これか、うん、結構硬いんだな、硬い、うん、お尻の柔軟性って柔術の技の中ではやっぱすげえ大事で、結構柔らかいっすね、うん、うん、やっぱりこう代表されるのはやっぱマイキー娘子とかすごい柔らかい。あ、マイキーは前屈して肘がつくんですよ、ここにこうやって、怖、うん、本当に無理じゃないですか、ボケが起こんだよ、肘がつくんですよ。そうだね。で、やっぱ気になっこない人もなんか腰がすごい柔らかい。で、やっぱこれが何に使えるかっていうと、やっぱ横転とか相手の中に潜り込んだりとか、あ、そうそうそう、体がちっちゃくなりやすい。そう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 。織り込む、織り込む力。うん。一つになる。そう。っていうのもすごい大事で。これね、これ。うん。なるほど。で、例えば腰が柔らかい選手。はい。
は、例えば何に他にいいことがあるかというと、スパイダーガードやった時にキックスパイダーやってるんです。膝が折れないんで、まっすぐのまんま使えるんですよ。だから、釣り合い力がものすごく強い。なるほど。このまっすぐなまんまピンで出てるんです。そう。あと、担がれても足が折れないから、あの三脚みたいになって、はいはいはい、足が合わない。ああ。そのまま後ろに走っている。ここでひたすら頑張る人いますか。そう。まあ、メルジュースの試合だったり。だから、手がでかくて、腰が柔らかい人は、スパイダー。もう担がせてたら、永遠パスされないんで。そうですね。はい。止まっちゃいますよね。そう。それのスーパー代表がマイケル・ブランニーっていう選手です。スパイダー強いです。そう。いや、腰の柔軟性があるだけで、もう相当な、その、なんだろう、選択肢を狭くできるから、相手のね。あ、もう担ぎさせたらもう絶対パスされないからみたいな。そう、変な話です。いや、変な話だけど、すごくないそれって。すごいです。だから、これは引く力、要するにスーパー担ぎリストを封じる。なるほど。そう、対抗馬の一つになり得るね。腰めっちゃ柔らかい人は。俺学生の時にこれ結構硬かったんですけど、毎日めちゃくちゃハムストリングその、この前屈とか伸ばしまくったら、ちょっとガード強くなったんですね、実際。へー。それハム食べた？ハムもは食べてました。あ、そう。竹井蔵病。竹井蔵病。はい、ハム食べて、あとお酢も飲んで。お酢？柔らかくなる。お酢力は11位だね。あ、そうですか。ちょっとダメだった。はい、11位も高いですかね。うん、確かに、すごい。オールスターの11位ですか。あと炭酸を飲むと骨が溶けるみたいな、よく言うですね。逆にコーラ飲んでボロボロにして、ボロボロにしてこう意味ないで、なんかマジでちょっとなんか本当オープンガード全然できなかったんですけど、ちょっとできなかったんですね。頑張って髪伸ばしたら。ちょっとあれはまあいいや、あの後付けで説明しますね。はいはい、これですね。3位、3だ。体幹の強さ。体幹。体幹の強さ。うん、まあこれ体幹強さなんなんで、まああのー、なんだっけ、サッカーのあのー、長友選手が本出してるようなのではない。なるほど。じゃない。本出して。それじゃない。はい。じゃない。じゃない。こういうトラックみたいなやつ、ね。いや違う。フランスやったからって別に柔術強くなんないから。どういう体幹なんだ。あ、まああのバランス力。バランス取る方。そう。ああ、なるほど。動いてるものにこう乗るみたいな。どっちかというと体操選手のそのバランス力に近いのかな。はい。ブレない。そう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 。あの例えば重いスクワットとかやって出れるのに、確か足の力ももちろんそうなんだけど、やっぱり体幹がブレなくなるのがすごい重要。これをグラグラ押さえなきゃいけないから。よくその言ったらその腰が重いって言われるやつはもう こいつなんだよ、言ったら。なるほど。強さ。そう、体幹の強さっていうのもスイープのされなさ、トップキープの強さ。あ、まあ、これもともと強い選手が結構いて、やっぱりこう、なんだろう、棒立ちになってても全然スイープされない選手がいるじゃん。棒立ち、とかもそうだし、やっぱ日本人だったら平田光志郎選手もそうだし、立ってますね、メイハン・マキミとかもそうだし、はいはいはい、直立ベースが、そう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 、あれがそういわゆる今の体幹の強さ、そうそう、へえ、そう、なんかそんなに力は入れてないけど、ちゃんとそのそこにちゃんと備わってる強さというか、めっちゃこれできるわけじゃないじゃん、言ったら、ああそうそう、固めようとしてる、そう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 、そうか、そう。だから押す力引く力ってマックスに使うと、もうあのめっちゃ引いてめっちゃ押してってするだけでバランス崩れるわけ。はいはいはい。その力よりも上の力がこいつ。ああ。そこにいるとブレない。そうブレない。ブレない。ブレない。もう辰之助は全くないこれ。全くないよ。本当に全くない。あの昨日と今日言ってること全然違うし。あ、そっち？そう。明日はもっと違う。ブレて、うん、でもブレ続けて人に流されるし、すごいっすよ、すぐ迷うし、自分で決めれない、よくないですね、多席思考、多席思考が一番嫌だ。まあ体幹の強さあればね、あ、なこれって結構さ、言ったらなんか目に見えないんだよな、うわ、この人体幹めっちゃ強いって、組んでみないとなかなかわからなかったりするから、意外と細い人がこう、ありますね、たまに。こいつ動かねえな。幸四郎さんもそんなにめっちゃ太いわけじゃないですし、割とスラッとしてるけど、めっちゃ強いし。そうだね。
そうですね。逆にまあでかい人でもこう結構煽れる人もいるし、ね、この人すぐバランス失うなって。そうですね。グラグラ。そうだね。うん、はい、じゃあ次2位。おやば。2位だ。2位か。2位来たね。2位になってくるともう大体みんながなんとなく気づいてて、なんかこうあそれねみたいなやつなんだけど、でもまああの。一応その呪術始めるあの初心者の方もいて、あこれがあればいいんだなっていうのが分かってればさ、うん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 、全然違うじゃない。そうですね、うん、希望を持ちながら呪術を楽しむことができます。そう、はい、次ね、これ膝の柔軟性。膝、おお、うん、これ重要でね、膝の柔軟性で。一応ね、外側内側の柔軟性ってのはあるんだけど、内側がこっちっすよね。ね、こっちやね。あ、こっちか。これ伸びてるでしょ。こっちか。こっちが伸びてるでしょ。これ外側の伸びてる。こっちが内側か。そう、こっちが内側。こっちが内側か。うんうんうん。で、柔術の攻撃とかによく使われるのはこっち。こっち。ラバーガード。うん、ああ、こういう。うん、ちょっとアモプラクターとか。うん。やっぱこいつが柔らかいとガードディフェンスもすごい可動域でディフェンスできるし、あこうやって入れてくる人、ね、そう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 、うん、だからやっぱ膝が柔らかいっていうのはその呪術のガードゲームの中ではやっぱこうすごい重要になってくるね。そう、俺も膝が柔らかかったらね、あの良かったって本当に昔から思ってた。膝っすね、そんな大事なんですね。大事、第2位っすね。第2位、こっちはそんなに使わない。使う、うん、内側の方は、足関節エスケープとかするときに使うし、 あとニースライスとかめっちゃ柔らかくて使う。ああ、グネーンってめくしています。そう、ヨネキさんめっちゃ柔らかいですね。これは幸いそっち側も柔らかい。あ、内側が柔らかい。そうだね、そうだね。トップの時に結構使うかもね。チャック開いてた。うん、あ、チャックが開いてるのは何位かな。入ってないですか。50ないんだな。50でもライクインするんですね。まあこれが2位だね。膝の柔らかさ、柔軟性。これだったら柔術の技大体何でもできるから。なるほど。で、結果膝の柔軟性ねえと無理じゃんって技結構ありますよね。あるあるある。それで諦めた技一体何個あるんだよってぐらいある。そうですね。うん、いやね、膝の柔軟性、この内に曲がるっていうのがね、すげえ大事で、うん、それがであるとね、あなた柔術の才能ありますよって言われるよ。うん、うん、まあなくてもできるけどね、柔術は。うん、そうですね。まあ、現にこの中で膝はちゃんと内側ペタって曲がるの誰って言われたら福島君がちょっと曲がるぐらいだもんな。これ考えられない。これすごいっすよね。考えられない。でこれとあと逆ね、逆もできるでしょ。あの寝て足胸につけるとか。あ、そう、それで胸に持ってこれるでしょ。まあ、手で引っ張る。あ、そうそう、手で引っ張る。柔らかい。柔らかい。そうだね。お酢飲んでるんで。お酢。あ、お酢よくね。お酢よく。お酢よく。大事。はい。はい、1位。これチャンピオン。チャンピオン。米冠の1位。うん。ちょっとおしゃれにしとこう。おしゃれし。ほんとだ。ちょっとおしゃれ。でも、おしゃれすぎない。あ、控えめなおしゃれ。うん、ちょうどいい。僕はそういうの好き。確かに。指元がさりげなく。光るダイヤモンドみたいな。でもおしゃれか。1位だんだんね、膝の柔らかさが出て、あれも出たと、そのか、体の強さも出たと。結構膝の柔らかさは1位だと思ってた人多いかもしれないですよね。確かに、うん、結構俺もそう思ってました。もうやっぱこれ大事だから。なるほどっていう。これが気持ちっすよね。あの心臓の強さ、あ、ハートの強心臓、やっぱ気持ちっすよ、最後は。やっぱ心みたい、心拍数の。え、今日フィジカルの話だ。え、今日フィジカルの話だ。そっか、体の部分だけ取り上げますからね。確かに、はい、はい、1位自動関節可動域とは初めて聞いた。何ですかそれとは。自動関節可動域っていうのは関節の柔軟性なんだけれども、はい、自分の筋力で動かせる可動域が広い人のことです。さっきやった、まあ、引っ張ればつきますよは、うん、自動ではない。自動ではない。なるほど。この自力でここが俺には無理だけど、ここまで。そう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 。自動はこれか。そうで、これが
波動みたいな。そう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 。うん、これね、これ俺もね初めて調べて知ったんだけど、こういう人がいるなっていうの分かったの。なるほど。足の可動域 自体がめちゃくちゃ広いなっていう。なるほど。うん、引っ張ってきてここまで行くんすよって人はたまにいるけど、うん、自力でここまで行くんすよは足が痛ったらここまで行っちゃうってことですか。うん、でもいますよね。いる、うん、これができる人っていうのは、まあ、いわゆるその宮尾兄弟とか、あ、マイキー娘子とか軟体系の、そう、日本だと、橋本智之選手とか、はいはい、うん、やっぱこう持ち得るにこれ素晴らしい能力だなと。すごいです、うん、だってパスバウンスされそうなんても足ここからシュッと入ってくる。うん、そうですね、ちょっと抑えてここに自力らしいフランキー入ればいいです、ね、ちょっとだけ隙間あったらいいと。そう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 、この能力がある人はもうぜひ充実やった方がいい。うん、逆に言うと充実以外で評価されないから。でもなんか足で確かに判断みたいにできるじゃないですか。ああ、じゃあちょっと手で食い合いで誰が評価してるんですか。なんか中国雑誌だもん。でもまあそういう能力を高めるために書道負荷みたいなトレーニングが、まあ、一時流行って、日野選手とかはそういうのすごい着眼したんだと思うんだけど、あれも腰が広くなるんですか、書道負荷のトレーニング。そうだね、あれずっと負荷かかってるから。あ、そうなんだ。めっちゃ開いたとこから、めっちゃ開いたとこから戻す力。あ、頑張って自分でやっていくんですか、ね、あ、なるほど、なるほど、そういうことか。そうそう、でもまああれだよ、天性で持ってるやつに勝てない。うん、だってやっぱ特にストレッチしてないっていう人が多いっすよね、本当にここまで行っちゃう人が、ね、ね、聞いてね、うん、なんかもともと柔らかいんだよねみたいなこと言う人多いっすよね。うん、いやだからこの能力がある人は本当にすごいいいね。うん、まあ、うん、確かに欲しいっすよね。うん、じゃあ俺たちにあんのかって。ないないっすね。ない、確実にない。これはない、一番遠い感じっす。だって俺が選んだ、俺が一番強いなって思ってる押す力11位や。岩崎さんの中の、一番強い力が、そう、11位でしかないと思うんですよ。え、だってさ、俺が持ってるさ、能力15位で全部当てはめたらさ、はいはいはい、頭のデカさ、関節の太さ、押す力、引く力、だいぶ最初にできたやつですよね。体幹の強さの5個ぐらいかな。全然なんか本当にベスト4ぐらいは体幹とかさ。そうだね、体幹が強いのがだから3位止まってる基本的に。ああ、うん、じゃあ辰之助は35位の足首の柔軟性。うん、ないですかそれ。あるあるあるやつ。関節の細さ17位とかした。それも上じゃなかったっすか。関節の細さだって9位だ。足首の柔軟性12位だし。うん。この2個、あれ？この2個しかなくない？あるっすよ。膝は柔らかい可能性はない。まあまあバランス力はある。体幹の強さはある。あるっすかね。ぐらいか。3つぐらい。いや、膝すごいっすよ。個人じゃないから。でもそれってさ、自力で動かせないじゃん。そうなんですね。しかもそれって限界あるじゃん。それに頼ると膝ぶっ壊れるでしょ。よくなりますね。だからそれ使えない。それでも、自動破壊可動域ですね。チャンピオンになれるってことは、うん、なれる、工夫次第では。うん。うん、それ、あれも言ってましたもんね、まあ、いや、マジで言ってました。フィジカルの、やっぱりその、強さ、うん、っていうのは、やっぱりその、今日話したフィジカルの話だよ。うん。体の。そうそう。言って、これが全てじゃないからさ。はいはいはい。だから、これをじゃあ強くするために、その頭、要するに工夫とかがめちゃくちゃ関わってきて、でやっぱりそれがその自分の能力にだんだん変わっていくわけじゃん。うん、だからそういう工夫する力が本当は一番大事なのかもしれないね。なるほど。うん、だからやっぱりね、充実はね、一回やってみるんだけど、でこの自分が持ち得る能力があるじゃない、はい、それをめっちゃ活かしてやっぱその自分のベストを見つけていくんだよ、言えば。うん、それがやっぱりその充実を続ける楽しさでもあるし、うん、そのなんて言ったら能力の高さでもあるわけよね。スタンド能力も同じですね。まあそうだね。だからそれを見つけると楽しくない？言ったら。そうそうそう。だから俺なんかもうたまたまこのディープハグに巡り合ったし。はいはい。うん。だからその今見てる視聴者さんのね、誰がね、どの能力に出会うかわからないわけ。わからない。
やっぱそうやってさ、その自分のその自分しか持ち得ない能力をさ、うん、こう見つけていくのがさ、柔道の楽しさだしさ、そうですね、スタイル、うん、そう、スタイルをね、探すこと、うん、それをね、やっぱり俺は楽しんでやってほしいなって思うわけよ、うんうん、やっぱ自分の体をしっかり知るの大事っすね、大事、だって、しぐるいとかでも、こっから先ないよ、逆に強みにしてあ、そうだね、やっぱそういうのがあるから、うん、うんました、だから、まあ、栄冠の1位は何かもう手慣れてますね、うん、筆の運びに迷いがないです、会長です、かわいい第1位会長だった、かわいい、だいぶ持ってますよね、頭のでかさ、関節の太さ、体幹のブレなさ、押しも強い、押しも強い、引くのも強いですね、引くの強いですね、ああ引くの結構強い、よく引いてる、俺が持ってるやつ全部持ってる、ああ遺伝してるの、まあ、まあ確かに可動域とかはそんなになさそうだね、なんか結局ディープハートに巡る、そうだね、運命だろうな、そういうことか、はい、どうでしょうか、まあもちろんね、これ俺の個人の感想だから全然そんなんじゃない、何言ってんだよ死ねみたいな、めちゃくちゃ口悪いです、あるかもしれないけど、死ねよ、あるかもしれないけど、まあでも、なんか参考になればなと思います、うん、うん、なんで、自分の強いところを見つけてください、はい、はい、大事です、本当に今日はそんな感じ、うん、みんな頑張って呪術ちょっと、まともに処理しましょう、ミス、はい、ではまた、バイバイ、サブチャンネル始めました、 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね、今日も最後まで見てくれてありがとう。